カジチーム5人目は俺。じゃあさあここまで、坂本快進撃やったー。坂本さん強い、坂本強い強い強い。さあ対するは、カジチーム 1P ケンガロン。さあガロン QB どうなんですかこれ。ガロン有利本当。さあ五分ぐらいかな。しかし坂本は強いぞ、波に乗っている。剣なんか目じゃない。さあ一方の剣はいつもの排気ガスから、さあしゃがんでしまう剣。序盤は8秒でもう半分近い。さあ試合を作ってるのは圧倒的に坂本、剣はまだ何もやってないぞ。さあ強い、やはり坂本チームに入れて正解、抜群の安定力。時間はまだ80秒。さあおっとここでゲージを使う剣、残りは1ゲージ。さあ ES ビーストさえ食らわなければもう坂本ペース。さあ剣どうした、ちょっと鼻声だった、体調が悪いのか。さあビーストを空振ってさあ崖も安い安い。さあここで CR にはいけないが起きてみよ。さあテイクミスった。さあこのビーストもガード、ガーキャンはできない。さあしかし一発当て安かった。さあ剣投げを見せることなく散っていくのが剣さあさあ坂本止まらないですね。もう4連勝ですか、5連勝ですか。いやいやまだオルバスで倒してもらわないと困るんで、オルバスとビシャモン。さあやっぱり当ててくるのはカーブ性オルバス、ショーバス。あごめん逆でした、逆でした、逆カーブ性。さあ不利な状況に自ら突っ込んで、さあモチベを上げる、ショーバス。さあ坂本投げ返し、これうまい。そうですね、序盤でやはりねリズムをつかまないとオルバス戦危ない、泡があるんで。さあショーが立ち置きく漏らした隙にチェーンを決めていく。坂本がもう止まらないぞ。さあこの泡はタッチューパン、いいチューパンです。今のは見てますね。さあたまらず故障もアドバイスをし始めた。おっとこれはラッキー ESCR 今日一発目。さあ蜜を当てて、さあ中段入っちゃうよ、おかわりが、おっとさあ海の子積んでるだろう、チープですね今の今のあなたの負けですね。さあカジが、おっと残ってるメンバーを確認し始めたぞ。カジ、守備者、あとはあ TKO、 いいよ。カズの上では坂本、提督、地球、リリー、そしてエゴ、いいよこれ。さあ出てきたのはシュー・デミトリー。シューといえばこのデミトリーさあ坂本キラーとして登場してきた。しゃがみ大 P は空中ガードできる。さっきちょっと、さあだが坂本も分かっているのか、デモングレードを打つ隙を与えない作戦。さあ投げは返して、まずい、シュートいえどもこのテイク、さばききるのは厳しいか。投げた、 CR 当たる。さあリバサ気味のプレジャーだったがこれは返されてしまう。さあドゥーンが出たが、ドゥーンは安全解除。そっともうあの LF が強い、 LF QB の技名は難しいですね。さあデモンクレードルの残りがに当たる、ずらすが坂本はガード、投げてこかされて、早い早いこの男。おっと取り返した、シューがこっから大逆襲だ。さあ斜めでもは当たらない、坂本これは本物だ、マジで強いぞ。さあムエタイキックが当てない、ムエタイキック、技振ったら潰すよと。これは研究の成果が出ているのか出てないのか。そして俺はこの人が最初に出ればよかったと思ってるんですよ、 TKO さん。 TKO サスカッチ対坂本ケビー。
さあこのカッチははっきり言って破壊力のゴンゲのような。さあだがこの受けるスタイル、今の坂本にはきついか。温まっている坂本キュービータッシュピー、これは迷いがないと。さあこのモンスターマシン同士の対決、どっちが制するのか。ダイヤシさしていく追い打ち、減る。さああのめくり気味の、さあチーンが当たって、そういえば前回坂本は西瀬がでサース2のカッチに負けている。さあどうなる、体力差はほぼない。あっとダークホースの隙に ESCR 当たって、ミツはミスらない。早い早い、これは厳しい。あっと最後これは EX フィニッシュ、アドバンがずれてしまった。これはまずい、カジチームたまらず坂井ザメルを投入だ。さあ坂本なら任せとけと。ボー君坂井が久しぶりにこの大会という場に出てきてくれた。さあ坂井さんは実は帝来てから1プレイもしてないから、これはチャンスですよ。チャンスチャンスチャンス、あっと一気に持っていった。この男強すぎる、噂によると今後は土曜日も来れるよと言っていた坂井ザベル。さあ坂本頑張れと声援が飛ぶが、ちょっと声が小さいぞ英語チーム。さあ早い、見えない、何かが。さあ、あっとこれはでかい、でかいがどうなる。これは酒井はゲージを全然使ってないが、あっとあっと破れてしまった酒井ザメル。切り札を切っていったカジチーム、どうなる。え、何残り。さあ最後立ちはだかるのはカジリース。さあついにここまでたどり着いた坂本キュービー。さあセイバーというゲームはね、コンプで勝ち進んでいくと乱入キャラが出るので、まあ、乱入キャラみたいなもんだったと。そしてカジは今日優勝している。実はそして坂本は確かカジと当たっていたはずだが、この後がない状況で小中中ルミナスイリジョン ES 追い打ちでダメージを稼いで、これはラッキー。さあ目まぐるしく攻守が入れ替わるこの対戦。さあ落として必要にめくりを狙っていくカジリリス。そして坂本はめくりガード後のディフェンスがちょっと特徴がある。さあ追い打ち決めて、さあこれはまたも坂本は取り返した後の攻防ででかいダメージを取っている。さあ画面端空爆入ってミスターが投げが入ってカジリリスなんとか勝利。危ない危ない、カジリリスが